佐々木です。本日は、えー、アルトコインの予想分析をしていきたいなと思います。えー、ちょっとね、日付がありだと思うんですけども、まあアルトはね、あんまり動かないんで、えー、ビットコインが、あのー、ね、単独で、えー、動いてるに対して、アルトに関してはビットコイン相関して動いてるって形なんで、もう基本的にはね、もう BTCFX、えー、もしくは BTC の、まあ現物で、まあ売買っていうのはね、あんまりしないですけども、まあ BTCFX オンリーで全然いいのかなっていうことで、えー、まあ皆さんもね、結構そういう方多いと思いますんで、 えアルトコインの FX に関しては、たまに、まあ、数日に1回、もしくは動くときはね、取っていきたいなと思いますけども、ちょっとね、気になることもあったので、今日は取っていきたいなと思います。で、まず、えアルトに関しては、え今日説明していきたいのは、まあ、いつもの、えビットレクにある、えまあ、リップルがね、一番皆さん、人気なんで、リップル、イースタイム、ビットコインキャッシュ、ライトコインの順番で、そして、 まあ補足として、まあいつもこれも言ってますけど、ビットフライヤーと、ちょっと見づらいですけど、ビットフライヤーとコインチェックの中で、まあピックアップしてね、えち,ょちょっと今日、えー、上がってるっていうのは、えー、リスクですね。なんかアップデートってか、えー、があったみたいで、それでまあ少し戻してきてるっていう感じ。ただ、大底からの反発みたいな感じなんで、まあ大底で買った人以外は、えー、買うべきじゃないかな。 っていう感じですね。まあそういうところとかも、えー、含めて話していきたいなと思います。で、まずリップルですけども、まあ、このリップルもね結構特徴的な動きがあって、えー、これ冷やしですけども、えー、ずっとね、こう急落してきてましたけど、えー、ここは下落幅が相当ね、40円終わった時は相当走って、で、30円ぐらいまで落ちたんですけども、で、今少し戻して、また落ちてきてると。で、ここ自体も、ね、こんな感じでか、えー、ラインを引くと、まあ綺麗な加工トレンドかなと。で、ここが次。 どこぐらいも欲しいるのか、もしくはこの下降トレンドを超えてくるのかっていうのがキーかなと。仮にこの下降トレンドを超えてくる、もしくはこれね、冷やしですけども、冷やしでこうボリンジャーのセンターラインを超えてくるっていうタイミング、おそらくまだ1週間ぐらいはかかる。うん、仮に超えてきたとしても、リターンムーブでもう一回下がるはずなんで、下がる傾向の方が強いんでね。今 下落、ね、下降トレンドが相当強いえ状態なんで、仮にこうね、トレンドライン引いて、下降トレンド、そしてそれに抜けましたって時も、上に強く走らない限りは、基本的には少し抜けたぐらいだと、レンジになったりとか、ね、こことここのレンジになったりとか、こことここのレンジになったりとか、もしくは、もう一回下がってリターンムーブ。で、王族試すために30円ぐらいまで下がって。で、そこでどうなのかっていうのが、え、ー まあ、一週間ぐらいは最初でも見、えー、たいかなっていう感じ。だから、えー、以前からね、一、えー、二週間ぐらい前から、もう二週間ぐらい前になると思うんですけど、えー、アルトに関しては現物で買うのは一ヶ月以降待ちたい。8月までは様子見たいよねっていうことをずっと言ったと思うんですけども、えー、まだリップに関しても、他のアルトに関しても、えー、待ちたいかなといった印象。で、リップに関してはその特徴的な動きっていうかね、あの、これ僕の、 あの中での鉄板の動きなんですけどもこんだけその下落してそしてまあ割とこっからここの下落幅に対してのこの戻しっていうのは50%はいかないけども38%とか、えーね、フィボとかで戻してる感じ、えー、なんでそこから落ちてきてますけどもある程度戻した後にこっから落ちる場合 底値根を割らずに、もしくはちょっと割っても、なんか騙しみたいな走ると見せかけて走らずに反発して、まあ、ここで揉み合ったりとかむ、むしろ逆方向に行くとか、まあここの高根ぐらいまでは戻してきてもおかしくないんじゃないかなっていう、えー、根きは結構多いんじゃないかな。要はダブルボトムみたいな感じです。いやここが強く落ちすぎていて、で、反発が、本当はね、もう少しあると次ここ落ちないんですよ。 落ちづらいんですよ、えー、50%ぐらいまで戻しているとなおさら、あのー、落ちづらいんですけどもちょっと戻しが遅いあの浅いんで、えー、もしかすると30円割ってくるかもしれないですけどもなんとなくこの30円ってね大底なんで、えーまあ、割ったとしてもまあ29円とかねこの30円っていうラインを割ったとしても、まあ、この辺とかで止まって、ね、一瞬こう割ってもそんなに走らずに、えー、次こそはかなり戻し強めに戻してくるんじゃないかなっていう えー感じには思ってます、まあ、結構その頃にはあと1週間後ぐらいにはビットコインの方向性も見えてくるはずなんで今下落してますけどもそれがね上昇に転じたとか下降トレンドを抜けてえなんか転換の形を作ってるとかもしくはそこあのダブルボトムみたいな感じになってそこからまあ揉み合っているとかまあ一気に上に行ったとかえっていう動きがあるはずなんであ,のあるかどうかはわかんないけども何かしら動きがあるはずですのでそれを待ってね えーリップルとかもしくはね、他のアルトの、えー、投資をしていきたいかなっていう感じですね。投資というかトレードとか。今現状はやることないですね。暇なんで僕もずっと今日も、えー、昨日も今日もね、為替ずっと。普段からやってますけども、もうね、暇な時とかね、あとは BTC のチャンスを逃した時とか、だから今ユーロ円とかね、とかユーロドルがめっちゃ下がってるんですけど、えー、そういうのとかをまあショートしたりしてます。まあそれもツイッターに書いたんですけどね。 あのー、結構やばいライン終わってるんで、ユーロ円とかね、えー、発車に走るんじゃないかなとかね。あのー、それも、だからビットコインだけじゃないんで、で全てにやっぱり、えー、テクニカル、もちろん銘柄の癖ってめちゃくちゃあるんで、それは気をつけてほしいんですけども、それも、ね、含めてやっぱりね、面白いですね、やっぱりね、FX は。なるほどって感じですね。で、えー、ちょっと脱線しましたけども、えー、イーサリアムですけど、まあ、 リップルと近いといえば近いですけど、まあリップルはね、上に上がって高値圏でレンジ、40円から50円のレンジ作ってストーンで全年戻しですけど、まだまだイーサんに関しては、まあね、上昇前まで戻らずに、もっとも上昇前ってここら、ね、辺低い、下が、なんていうのかな、もっともっと下なんで、1万ぐらいなんでね、で今、2万2000とかなんで、2倍、 大底から2倍以上の水準をキープしていると。つってもまあ最高値とかね、18万ぐらいなんで、えー、だいぶ下がってるわけですけどね。で、今落ちてきてますけども、じゃあここでどうなるのっていうと、まあここの水平線ぐらいかなって感じ。まあ、あとここをライン引けますけど、じゃあこれ引いて効くのかっていうと、あんまり効かないラインですね。あのー、なんて綺麗じゃないし。 うん、ここでまあ引いたとしても、で、もここもチャンネルみたく見えますけど、まあ若干意識されてもおかしくないかなぐらいのラインです。トレンドライン的にこと言うとね。まあこの2万のラインはね、根の節目だし、効くんじゃないのかなっていうふうには思います。ただどうなんですかね。うん、微妙ですね。ここでまあ売り買いするっていうのは方向性ないんでまあ微妙ですね。 仮に例えばね、こっから交差型として2万で買いたいか、ね、反発狙いたいかすると、そんなに狙いたくない、うん、感じです。で、ビットコインキャッシュ。えー、も絶賛下落中なんですけども、えー、少し下落が弱まっていて、えー、一旦反発してから下落してるけども、これは50%戻しぐらいいってますね。えっ、ー、と、ここの段階でもう50%ぐらい戻し、 もう少し拡大するかこっからここのうちの、えー、やっぱり50%戻しぐらいしてますんで次ここの下のね大底のラインをここかちょっとひげで見づらいと思うんですけどここまで落してるんですねだけどここからここのラインを引くと冬を引くとおそらくここが50%なんですねここのてっぺんが。 でそこまで行ってここを割る可能性っていうのは極めて低いんですよ。50%行ってここを割るっていうのは結構確率的に低い印象ですね。もちろんそこで抜けた動きとか強い下落、ね、急落、早すぎる動きっていうのがあれば僕は絶対にロングはしないですけど基本的にはまあ、えー、50%戻しからのもう一回再度試すときはそこを突破せずに 一発で突破するってことは、僕はなかなかないんじゃないかなと思ってます。それもそのでかい時間軸で。ね、一分足とかだ全然ありますけど、それがしっかりとした1時間とか4時間以上、1時間以上ですね。1時間足以上の時間足でしっかりそういう風に、えー、下落して、ある程度値幅が下落して、半分戻しているんだったら、次にもう一回そこを割るのは、えー、結構きつい。逆もそうですね。逆はまあロング目線の時はまた違うんですけど、動きがね。 まあショート目線の時は半分戻してもう一回そこね、割るっていうのは結構厳しい。どっちかというと、イメージで言うと、こっからここら辺まで押して、もう一回この辺まで上がってくるんじゃないかなと。こっからここまで押して、このラインで反発、もしくはこう、ちょっと割ったりとか、騙しみたいな、割るか割らずに、割る前に少し反発したりとか、切り上げて上がっていったりとか。えー、で、まあちょ、上がったとしては、まあ一旦ここでリーグい,いかなって感じ、ここら辺まで上がってもね、えー、っていう感じかなと思ってます。 まあただ、値幅もね、あとは値置きも微妙ですので、そこまでロットを張って真剣にやる必要はないと。だったらビットコインやった方がいいって感じですね。じゃあ次、ライトコインね。結構時間もかかってますんで。ライトコインもまあ絶賛加工トレンド中なんですけども、まあ、これ半分、元島で行ってないかな。で、今ここなんですけど、まあ、ここ割るのかどうかっていうのはちょっとわからないですけども、まあ、他と一緒ですね、状況的には。 えなので、今の水準でショートしたいのかっていうと微妙だし、えー、ロングしたいのかっていうのは微妙。ただ一旦そのね、反発するとすれば、えー、下落して、ここからここまで下落しました。半分50、50%ぐらい戻してますね。ここからここが。ここのライン。このラインが50%ぐらい戻してると。でそこからさらに、ここからここのラインの今半分なんですよ。センターラインぐらい。なので少し買って、 ここら辺から上に行ってくれるんだったら結構上に目指せると思うんですね。ここら辺で止まるんじゃなくて、多分それはここから買っていって、えー、急激に上がっていけば、ここは超えて、ここら辺とかまで短期的に目指せる可能性があると。その時はビットコインの動き次第なんですけどね。ビットコインが上昇してるとかって動きあれば、ライトコインもそういう感じになると思います。ただビットコインが動いてないのに、ライトコインだけ,、えー、だけね、そういう動きになるっていうのはちょっと考えづらいんで、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけども。 結局微妙ですね。あの、気温は戻り売りですね。だけど、少し下がってきちゃってるんで、今戻り売りではな,いなくて、やっぱりもう少ししっかりと、えー、したですね。強めの、やっぱりサポレジが、えー、の場所に来るまで。仮にじゃあどこが強いのっていうと、うーん、ここで言うと微妙ですね。 ここは、えー、強いところで言うと、一つ、えー、言えるとすれば、ここの上根はやっぱりセンターラインだったんで、上根は重いということは言えるんじゃないか。あと、ここのね、えー、過去のレジスタンスなんで。で、ここの底なんですけども、そこに関してはこれは甘いと思います。若干割って、ここら辺まで見た方がいいですね。ここのライン。 ここのサポートぐらいまで下落してもおかしくないんじゃないかなとは思ってます。だから少し落ちて、ここら辺で買いたい。ちょっと割ったけども、そこの件でもみ合ってるとかっていう動きがあれば、えー、買って、えー、反転とかね、えー、急落からの急騰っていうのを狙っていきたいかなっていうような局面です。で、これビットックの銘柄終わりなんですけども、じゃあ、目立ってるね。リスク。目立っているっていうほどでもないですけどね。まあ、こんだけそのね、 ビットフライヤーとコインチェック見てもらえば分かるんですけども、こんだけね、みんな赤い中、この2つ、えー、緑のやつは、えー、どっちもね、リスクだけなんで、えー、1日でまあ3%とか、ね、4%、5%ぐらいなんで上がったのはね、大したことないんですけども、えー、これ見てもらうと分かる通り、ちょっとね、反射して見づらいかもしれないですけど、あとご自身で見てもらいたいですけど、ここのその大底の、えー、ラインから、えー、V 字回復していると。 ただ、まあ、おそらく、これ、ね、ちょうど今50、50%ぐらいまで上がってきましたんで、相当意識されます50、は50%は。50%超えるかどうか、えってところで、まあ、み合うんじゃないかなと。結構急激に戻してきてるんで、まあ、元のレンジまでね、ここら辺まで上がってもおかしくないかなと。ただ、ここでは変えて、今のタイミングでは変えたくないですね。少し下がったところとか、まあ、もう少し BTC が下がっていくんだったら、もう一回、このね、底族家までリスクも下がるはずなので、 そのタイミングで買うんだったらありかなと思います。で、ネームとかもまあ弱いですね。また7円割って6.8円とかです。まあ聞くとすればここの上昇トレンド値上昇トレンドですけど、まあここは軽く、そんなに強くない。こういうなんかね、もう少しやっぱりこういう斜め45度ぐらいの角度が一番いいんですけど、僕の中ではね。 あの僕の中っていうか、そのね、チャート見方によって違うじゃないですか。あの、細長い画面使ったりとか、スマホで見て、 見て、下にインジケーターとか表示してないと、すごい縦長に、ね、爆上げと爆下がりのチャートに見えるような感じすると思うんですけども、それ横画面にすると、大してボラティリティがなかったりとか、えー、っていう感じになったりとか、もしかするら時間軸を1分足だとすごい乱高下してるなとか、大暴落だよねと思っても、1時間足で見ると、まあそんなになんか、FX で言うと10ピップスしか落ちてないよねとか、まあ10ピップスで言うと、まあ、 ビットコインで言うと、まあ、1000円ぐらいしか落ちてないよねとか、2000、0 0 0円しか落ちてないよねっていうぐらいなんですけど、そんな感じですね。なので、45度ぐらいで落ちてる、下落してる、もしくは上がっているえチャートとかラインの先端同士を結ぶ方がいいと思います。まあ、この例で言うと、ここの,その上昇、なんていうのかな、ちょっと聞きづらいですけど、あれあ、ビットコインになっちゃった。 そうここの底のね、からはこれね、45度じゃなくてもうなんか20度ぐらいなんで、どっちかってここの45度ぐらいの上,上の方は、こっから、えー、上に引いていけば、ここの髭で止まりそうだなっていうのが見えたんじゃないかなと思います。ちょうど綺麗にね、効、えー、いてるかなっていう感じ、45度ぐらいで。で、逆にまあ他はないですね、効いてるところは。あとモナ、人気なんですけど。なぜ人気なのかはわかんないですけど、またね、 214円で。まあ、レンジですね。ただのね。なんかたまにすごい、なんか熱狂的なファンの方はね。モナやべえからっていう人がいるんですけど、やべえからっていうのは、すごい爆上げするからなのか、とはね、みたいなこと書いてあるんですけど、まあ、うーん、どうなんでしょうかね。まあ、爆上げしてもね、ヒゲみたいな、要は。こういう動きになると思いますんで、こっちか。えー、バコンって上がって、バコーンって落ちる、冷やしベースみたいな。だから、数時間しかチャンスないんで、 本当に常に張り付いて見れる人とかね、重大な発表あるっていうのは多分日本時間の昼間、えー、だと思いますんで、そういう時間にしっかりと張り付いていられる方しか、まあ、モナコインの、えー、一瞬の爆上げっていうのは取れないので、えー、結構大変かなと思います。まあ、触らなくていいかなっていう感じですね。まあ、ネームとかね、えー、もうその辺もまあ、今がそこまでチャンスってわけじゃないんで、別にそこまで触る必要ないかなっていう印象ですね。 えー、ということで、えー、本日の、ね、ライトコイン総分析は以上です、まあ。やっぱり全体的に微妙な相場ですね。あのビットコインが10話下げで、まあ、ビットコインの方が、まあ、はるかにやりやすい。やりやすいトレードレベルで言うと、もう、えー、10倍ぐらいビットコインの方がやりやすい。しかも、まあ、あるとはね、ビットコインの動きにあの連動するというか、えー、邪魔されるというかね、えー、なんてかビットコインに相関する動きがありますので。 最近はね、アルトドレインとかね、なんかその逆走感。ビットコン上がるとアルトが一瞬下がった後上がっていくとか。ちょっとトリッキーな動きするんですけども、いずれにせよやりづらいですよね、そういう相場で。プラス今はそのアルトも、えー、重要な節目のラインとかに来てるわけでもないので、基本的にやっぱり、えー、あまり触らなくてもいい。で、チャンスを待つ。あのね、常に、えー、チャンスを待ってたりとか、常に見ていないとチャンスに気づけないですよ。だけど多くの人はパッと見て、そのタイミングで見てる時間内でトレードしないと、 えー、か気が済まないっていうか、もちろんね、会社員やってる方とか、えーね、主婦の方とか忙しいんで、自分が、えー、ねまとまった時間、1時間とか2時間とかの時間帯でトレードを完結させなきゃいけない、もしくはエントリーだけしておいて、ストップライン、ソニーライン入れておくとか、もしくはリグラインまで入れておくとかっていうことを、えー、やってる人も多いわけですよね。えー なんですけども、やっぱりその、微妙な時に、自分にとって、ね、都合がいい、その1時間、2時間の、1日の時間。だけども、一番動くタイミングがいつかはわからないと。ね、ビットコインも僕は昨日寝た,寝たタイミングで起き、えー、暴落っていうかね、えー、6万幅、7万幅ぐらい下落しましたけど、あれもちゃんと起きていればね、ね、えー、加工チャンネル上限で、ね、給湯のヒゲで売る,売るだけじゃなく、売るっていう難しい感じじゃなくて、 でちょっと上がってなんか3層みたいなのをちっこいの作って1分足ねでねねその後に、えー、揉み合って売った、えー、下落したんであれは加工チャンネルで上限で上でもみ合ってて売るっていう簡単な作業で結構強めにショートしたいところであったんでまあ普通に値幅とかも取れて結構爆撃だったと思うんですけどもでそれより前もねずっとショート目線って言ってるじゃないですかだったんで普通に 素直にショートメッセージに入れたと思うんですけども、でもそれも言い訳だし、たらればなんでね。だそうじゃなくて、自分が起きてる時間とかね、まあ、ずっと起きてるわけにもいかないじゃないですか。だから僕はねあの、寝るんですけど、素直にね。だって、無理じゃないですか、24時間やってるんだから、相場がね。しかも平日、昼間とかはね、株とか為替も動くわけなんで。 えだし、ね、別に稼ぐチャンスなんて、稼ぐビジネスとか投資なんてねもう無数にあるわけなんで。だからやっぱり寝るときは寝なきゃいけないし。で、寝ないずっと2時間睡眠とかね、やってもいいですけど、あの、ね、土日とかね、休みだったらいいですけど、土日もやってますからね、あのビットコインに関しては。だきついっすよ。普通に寝た方がいいと思いますし、もちろん夜動くんで、夜起きて、ね、5時ぐらいに寝て、えー、昼ぐらいに起きてっていう感じでもいいと思うんですけど、やっぱりまあ、 普通に寝た方がいいのかなって感じですね。まあ普通に家族もいますし、僕もね。えー、みんなの時間に合わせたいなっていうのはあるんで。まあ遅くてもまあ1時、2時とかぐらい寝ますし、まあもっと遅いと5時ぐらいまで起きてることもありますけど、ね、たまに。だけど結構たまにです。大体はまあ1時か2時ぐらいに寝ますね。まあマレーシア時間ですけど。だから日本は2時か3時。だからいい感じなんですよ、結構。2時か3時まで起きてて、落ちないんであればとか上がらないんであれば、 まあ、そのまま寝ても、なんかあまりヨコヨコして終わったりとか、えー、っていうことは多いんですよね、結構ね。大体結構1時か2時まで起きてれば、それなりにカバーできると。たまにまあ朝4時とか5時に動くんですけどね。えーえー、昨日とか今日見たく、えー、朝の7時とか6時ぐらいから動き出すとかね。かしょうがないんでね、そういうのはね。なんで、まあ自分ができる範囲で、そしてまああとね、差し入れですね、えー、入れときたいっちゃ入れときたいんですけどね、その動きによってショート入れたい時と入れたくない時あるじゃないですかね。急騰して、 で、ショートしたけども、一瞬でストーンとヒゲで取れたっていう時は最高ですけど、あそうじゃなくて、なんか、急騰したけども、なかなか落ちないみたいな、なんか定着しちゃったみたいなっていう時にショートするのかとか、もちろんそういう時でもショートする場合もありますし、ちょっと待って、もう一回上がる、もう一発ぐらい、えー、1万円幅ぐらい上がるんじゃないかっていうのを待ってからショートする。もしくは逆に、もう1万円幅下がってからロングするっていう、えーね、もちろんどっちも、え順張り逆張りと、えあるわけですけど、そういう感じで、 なんていうんですかね。まあ、無理もなく、えー、自分にできる範囲でね、トレードやるっていうのは一番いいんじゃないかなと、えー、思います。ということで、ね、あまり長く過ぎて。 なりすぎてもいい。もう19分30秒とかね。もう長くなりすぎるように測ってるんですけども、測っても長くなるっていう <laughs> あの、えー、感じになっちゃってます。ということで、あの本日のね、えー、見てくれてありがとうございます。えー、本日のあるところにそう分析は以上になります、えー。ぜひね、本日の動画が良かったなと思えばグッドボタンとチャンネル登録お願いします。説明欄の方に、えー、僕のやっている無料の、えー、投資ビジネスのオンラインサロンと、えー、無料の、ね、オンラインサロンですので、ぜひ参加してみてください。それ以外にメルマガ、LINE アット、FACEBOK、Twitter、Instagram、えー、メインチャンネルの方もやってますので、ぜひね、そちら もトレカフォローしていただけると嬉しいです。それでは本日の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。